り調査隊デラックス。そして日本全国にあるこのネットカフェスリル空間から見ている方も、そしてその他ユーストリームから見ている全世界の皆さん、こんばんは。この番組は、東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です、ユーストリームを使って全世界に、発信しますしてます、ね、全世界に、ね、発信してますで、参加型の生放送番組です。この番組は、チャット、ツイッターでの、ご参加の方ができます、ツイッターの方ですと、@時空 PB と、メッセージの最後に添えていただいたらちゃんとツイッターで参加ができます、チャットの方でも、参加ができますので、どしどし、チャット調査隊として参加よろしくお願いいたします。お願いします。遅くなりましたが、私が、この雷調査隊の、隊長を務めさせていただいております。くまちゃんこと熊川雄大です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ただいま帰りました。あ、この前すいませんでしたね。なんとか支部にフロリダ支部に行ってね、船を動かしてますし、船を動かしてた、船の研修をしてます。初めて聞いた。そう、雷号っていうのがなんかフロリダあたりでできたらしいので、それを今そう操縦しないといけないっていうの上からの命令だったので、行ってきまして、もうこんなに焼けましたよ。マッチュ。よろしくお願いします。では調査隊員、おしんこと山本慎一です。今日も楽しく頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。しんちゃん、あれだね、最近なんかお買い物をしたって聞いたんだけど。買い物、なんか何したっけ。お買い物、なんかいいお買い物をしたってちょっとなんか巷で聞いたんですけど普通に本当に分からない。あ、そうなんですか。いいお買い物、2000円でジーパン買った。忘れてた。今日履いてるのがそのジーパンじゃない。これいつもね。あ、そうなんですね。ごめん、今日合わせてくれんと履いてくれへんから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日この2人でね。ちょっと待って、今日私とっても重要よ。あ、そうですか。すごい重要。はい、じゃあそう、今日はね、ちょっと詳しいところに、先週に引き続き詳しいところに来たんで、今日はちょっと張り切っていきたいと思うぞ。新人隊員の愛原みやみです。よろしくお願いします。グッです。母体でもある、レックスお台場にある東京ベイスタジオを調査して報告していってたわけなんですけれども、今週はですね、私も4ヶ月間もお世話になって、すごいとても馴染みのある、バイトしてたんです。違う、ここから番組をお届けしてた場所に舞い戻ってまいりました。今日はですね、高田の馬場にあります自由空間ビッグボックス高田の馬場店さんにお邪魔しております。イエーイ。今日はここから調査して報告をしていきたいと思います。よろしくお願いします。スタートして、チャット調査隊の方入っていただいております。ありがとうございます。いきたいと思います。げんこつさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。入ってきました。ボイトさん、はい、入っていただいております。こんばんは。多分オープニングで隊長がデラックスポーズやってるって、多分やらんやろって先週言われてたんだ。ちゃんとやってることに喜んでくれて。あ、本当ですか。そう、僕も迷ったんですよ。本番1分前ぐらいまでこれもやった方がいいのかなーって。やらべきだろう。乗って。はい、今日もね、皆さん、この番組は、チャット参加型の番組ですので、どんどんチャットに参加してくださいね。入っていただいております。カルビーさん、おー、カルビーさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということで、今日も
ましたけど、はい、本日来てるところが、はい、ビッグボス体のパワー自由空間ですね。はい、はい、にお邪魔しております。はい、はい、ということで今回は自由空間さんの、はい、はい、店長さん、はい、そうですね、早速じゃあ店長さんまずお呼びしていただいて、お店の紹介などをしていただきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ店長さんどうぞこちらへ、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。こんばんは。こんばんは。自由空間ビッグボス中野馬場店店長の中野と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紳士的、そうですね、ダンディー、ダンディー、背がもうすごい、なんか僕と長田の思うから、はい、はい、ぜひこの自由空間ビッグボス、はい、高田馬場店さんのいろんな PR をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、自由空間ビッグボス高田馬場店では、はい、後ろにちょうどあります、はい、そういった形で毎週ですね、皆様にお楽しみいただけるイベントをすごいイベント盛りだくさん、イベントカレンダーが毎週火曜日に、ね、あるんですね。いろんな種類あります。はい、はい、さまざまなコンテンツもご用意してまして、まあ、ビリヤードの教室、プロの教室を開いていたりですとか、こちらネットゲームのオンラインゲームの教室も開いております。はい、はい、特にですねこちらです。そう、今日はこちらをやってるんですよね。はい、本日ですね19時から、はい、高田馬場店のオープンブースで、はい、パワーオブアイオンの体験コーナーを設置しておりまして、はい、皆様に体験していただくというのを行っております。はい、ぜひご参加ください。パワーオブアイオン、これはどういった、はい、インターネットのロールプレイングゲームとして中でキャラクターを作っていただきまして、はい、自分で育てていただいて遊んでいただくというオンラインゲーム、はい、今流行りのオンラインゲームというやつですね。 NC ジャパンさんの、はい、完成型 MMORPG The Tower of Iron ということで、今日からですね、ちょっと私がTower of Ironの、はい、あ、でですね、せっかくなんでね、はい、でちょっとその前にだけ、はいはいはい、ちゃんと調査隊入っていただいてるんで、イリュージョーさん、お、こんばんは、ありがとうございます。イリュージョーさん、こんばんは、はい、こんばんは。ソガンベさん、ソガンベさん、ソガンベさん、ありがとうございます。ソガンベ、ソガンベ、ソガンベ、ありがとうございます。はい、はい、はい、それでは私がタワーオブアイオンですね、もう一度詳しい説明を、はい、しますのでですね、はい、はい、タワーオブアイオンとは、読んでるめっちゃ読んでるじゃん、ガチ読み、剣族、魔族、幽族による3つどもえの戦いですね、を描いたファンタジー MMORPG ということです。はい、プレイヤーは自分が選んだ種族からキャラクターを作成し、先ほども、はい、おっしゃってましたけども、多くの仲間と共に広大な世界を探索したり、 PVP、プレイヤー同士の戦闘などを行ったりすることができます。読んでるよ、はい、読んでますよ、はい、めっちゃ読んでる。そっちの方が、ね、絶対伝わるかなと思いますね。はい、プレイヤーは天候もしくは魔族を選択し、はい、先ほどもおっしゃってましたけどね塔を巡り、大丈夫NPC、ノンプレイヤーキャラクター、ノンプレイヤーキャラクターっていうのは、何なんですか。いわゆるゲーム内にいます、人が操作していない、おー、コンピューター、コンピューター、はい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 、なる種竜族とプレイヤー対プレイヤー対モンスター、それを PVPVE と言います。 PVPVE、これはもうそういうオンラインゲームのそういう専門用語なんです。そうですね。ああ、を繰り広げます。NPC であるね、NPC、ノンプレイヤーキャラクター、NPC である、竜族がプレイヤー同士の戦いに参戦することにより、優劣のバランスが変化し、すごい難しい。そうです。常に、じゃあここがポイントよ。常に緊張感ある戦いが行われ、PVPVE、これプレイヤー対プレイヤー対モンスターってことですよ。PVPVE、わかりました。では、仲間同士の連携や戦略が勝利への重要な要素となるでしょうということでは、ね、皆さん多くの参加されること、ね、皆さんがね参加されれば参加されること、これは盛り上がっていくゲームなんですよ皆さん。汗だくなる。続々とチャット、はい、チャットの前、みんなありがとう。ごまじろうさん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あとライバーさんですね、123、はい、ライバーさんですね。でそのチャットを伝えた方が、ボイトさん、店長が一番不安だろうな、この棒読みは。間違いない気がするな。今、ここ画面に映ってる誰もが不安です。今もね。でも伝わったんじゃないですかね、僕のこの企画の説明。とりあえず、NC ジャパンさんっていうのは、このオンラインゲームってすごく大きな会社ので、皆さんもご存知だと思うんですけど、リネージュっていうゲームをご存知の方も多いと思います。はいはい、その NC ジャパンさんが、このタワーオブアイオンという今一押しのゲームを、新しくできまして、そのオンラインゲーム教室をこの自由空間ビッグボックス高田の馬場店で今日からなんですよね、はい、その無料オンラインゲーム教室ちょうど今やられてる、今日からですね、始まったということで7時から、はい、そうか19時から19時からはいですね。というわけでそのタワーオブアイオンのゲーム紹介をくまちゃんがたどたどしく説明してくれましたが、ゆうちょさんはゲームとかやりました？これはい、キャラクターも。おお、マジでしょ。これ、キャラクターの名前とかっていう、店長さんの名前。キャラクターの名前は、そうですね。僕も参加して、ちょっと戦ってみたいなと。これ、ちょっといろいろ、このオンラインゲーム、私、あんまりやったことがないので、お家でも登録をしてやろうと思ったんですけど、結構なかなか初心者には難しいしますかね。初心者の方ですと、そのアカウント、キャラクターを作成するにあたって、はい、やはり最初ちょっと時間がかかってしまうとか、どうやってやったらいいんだろうっていうのをなかなか難しいところがあるのかな。そんなのを今日はこういう教室を開いてるということで、はい、教えていただけちゃったりするっていうことですよね、はい、今も中の方でハイスペック PC コーナーでは そのオンラインゲーム教室開催されているんですか。はい、まさに開催中です、ま、すごい見たい。もうみんなビリビリなんですかね。ビリ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 すごい中の様子が見たいんですけど、はい、気になりますね、はい、ではよろしければなんかご覧になります。なんか見ていいんですか。いいんですか。いいんですか。こんな貴重なシーンを僕たちやったやった。じゃあ見に行きましょう。行きましょうか。カメラさんも大丈夫ですか。これはここ、あ、じゃあ店長さん、はい、先導して、はい、いや、届かないんで、まあ、行って、あ、じゃあ、代表で、はい、すごい本当にこのゲームやりたくてしょうがないので、ちょっと私一人で潜入捜査していきたいと思います。どのくらい火花飛びしてるんだろうもんね。分かった、ビビビビって、行きます。そうか、オンラインゲームちょうどボイトさん、このゲーム見てみたいなとチャットで入っていただいております。ありがとうございます。ちょっとね、カメラの方が届かなくてビームが代表として潜入調査に行きましたね、はい、ちゃんとね、アピールをしてもらわないとね。そうですね、戻ってきてもらってから。しんちゃんは普段はそういうオンラインゲームとか、オンラインっていうのはやったことないね。 RPG は結構好きでやるけど、オンラインってね、今でもすごいよね。なんかすごい、いろいろ、はい、ございます。画像がね、やっぱ、うん、半端ないよね。そう、確かに。ね、先ほどおっしゃったそのリネージュ、うんうん、リネージュとは、私は今リネージュっていうのを説明しますね、はい、リネージュとは、2ですね、はい、リネージュ2とは日常リアルでは体験することができない本物の冒険ができる場所、それがリネージュ2の世界です。日常では味わえない空間をね、これではリネージュ2では味わえることができるんですよね。はい、剣と剣がぶつかり合うド迫力の戦闘が体感できたり、ほらしんちゃん聞いてる剣と剣がぶつかり合うド迫力の戦闘が体感できたり、はい、魔法の力、これ魔法もう RPG にはもうならではの力です、はい、巨大な敵を撃破、いいな、モンスターをバッタバタ倒す。モンスターをバッタバタ倒していくわけですよ。これみんな協力してね。協力して、はい。すごいね。そういうの本当楽しいよね。仲間、はい。さまざまなドラマチックな展開、出来事が待ってますっていうことですね。いやもうドキドキですよ、僕も今。はい。もう一度、はい、会員証みんな持ってるの？自由空間ってそういう、会員証。
持ってます。はい、私ですか。持ってます。持ってます、はい、みんな持ってます。だからね、ちょっとね、いずれ僕もちょっとこのオンラインゲームに参加しようと思ってますね。はい。ごめん、ボイトさん体調全然わからないけど。そう、何もう一回言います。イメージずーっと。いいと思う、いいと思う。はい、カルミさん、自由空間でしおりんがいるところかな。そうですね、いつもしおりんが放送させてもらってるところです。はい、今日ちょっとしおりんお休みなんですけど、まあ、自由空間をその他にもですね、はい、DVD、 そう、はい、DVD レンタル、レンタルがもうすごい多いですね。裏にもあるみたいです。あ、はい、すごいよね。コミュニティなんかもあったりしてね。奥ちょうど本当ダーツのブースっていうか ね、そう、ダーツなんか、あとビリヤード、ビリヤード、そうなんですよ。はい、こちら、ですね、毎週違う、7月の21日、来週からか、はい、来週から、ビリヤード教室がこの自由空間さんでね、行われます。18時から23時で、通常2000円のところがおきてさんは1000円になりますので、皆さんこれ本当注目ですよ。はい、すごいね。レッスン時間が30分ほど。へー、ルーム料金はかからないって言いますね。これえらい安いですね。すごい。でもさ、はい、この土方さん、そうですよ、プロがです。土方さんのそのプロ、平成生まれですよ、はい、平成生まれ、僕と同じじゃないですか。プロ、はい、これイケメン好きなお姉様方も、そうですね、ぜひとも、すごくイケメンですよね。はい、その方が教えて、ね、教えて、ね、来られるので、まあ、一応ビリヤードを教えてくれるので、はい、ちょっとね、その他にもですね、いろいろあります。ダーツ大会、ダーツ24日、来週の土曜日ですね。はい、毎月第4土曜日開催されてますね。はい、上位入賞者には特典あり、こちらも特典あんの、はい、ございます。参加料が1人2000円なんですけどもね。はい、うわ、フリードゲーム、ソフトドリンク飲み放題になりますね。そう、ちょっと行きたいな。普通にやりたくなってやりたくなりますね。僕もたまにやるんですよ、ダーツ。ダーツは、はい、ブルブルブルっつってね、はい、やりますね。絶対行く。そんなうまいの。ブル、本当、もうそうなんですよ。すぐ真ん中に行ったら、これ確実ですからね、皆さん。はい、はい、タルミさん、体調、暴れん坊将軍系が似合いそうだな。どういうことですか、暴れん坊。タルミさん、どういうことやろ。暴れん坊将軍系。将軍系が似合いそう。本当、でもね、奥にドリンクバーもあって、うんうん、すごい広い、広いです。高田馬場って。そうですね、他にもカラオケ。そう。もう、ね、ブースもめちゃくちゃあって。ここは本当、一日楽しめるところだなって。見れるよね。はい、スロットマシーンとかもありますね。こっちにもね、いろんなものが本当、ちょうどね、こっち側にもいろんな台があって、はい、ほんと一日中折れる場所になっております。はい、これ、ね、え、さあ、自由空間とか、はい、まあ、会員、まあ、僕たち会員なんですが、はい、ここは、これ僕ずっと、あ、相川さんが帰ってこられました。あそこちょっと後で店長に聞いてみようかなと思いまして、うん、はい、ああ、そうやね、さあ、戻ってきました。ちゃんと猫をここでみんな、ただいますごい。さっきちょうど高田馬場店広いっていう話してましたよね、はい、ボイトさん、一回行った広すぎて自分の席になかなかたどり着けた。はい、私、今の無料ゲーム教室見てきました、はい、すごい盛り上がってて、すごいたくさんの方、お客様がレクチャーしてもらってたんですけど、はい、私さっきも言ったんですけど、この登録をして、キャラクターをまず作る、はい、キャラクターがいくつかすごいたくさんあって、その中からキャラクターを作っていくっていうところから始まるんですけど、それからもう本当まず一番最初のその登録をの仕方とかからちゃんと説明をしてくれてるので、もう本当初めての方でも始めやすいゲーム教室になってました。で、そうそうですね、で、19時から21時まで、やっていて、受付時間が18時半からになっているんですけれども、19時に前に入らなくても、まあ、途中参加でも全然最初からちゃんと説明をしていただけるそうなので、その都度、はい、その都度教えていただけるそうなので、じゃあぜひ時間を問わず、はい、皆さんお仕事終わりとかでもね、過ぎちゃったからっていうのじゃなくて全然来ていただけます。またね、今週以外でも来週もございますからね。はい、そう、
これ本当に面白そうですよ。そう、それで、このタワーオブアイオンは、お家のパソコンでやる場合、はい、今7日間無料キャンペーン中なんですけど、その後からは、お金がやっぱりかかってくるんですが、この自由空間さんに来ていただければ、そのゲームの料金はずっと無料で課金しないでそのゲームができるんです。そうなんや。そうだから自由空間さんに来ればもうネット環境もすごい、パソコンもちゃんとしっかりしているので、ちゃんとすごいいい環境で、もうジュースも飲み放題だしみたいな感じで、もうずっとゲームができるので、これはね、やっぱり自由空間さんに来てやった方がいいですよ、皆さん。そうですね、うん、これだったら無料なんだね。無料です。ちゃんと自由空間さんのホームページのトップにもタワーオブアイオンのコーナーがちゃんと出ておりますので、はいはい、皆さんぜひそこから飛んでみてほしいなと思うわけであります。すっごい盛り上がった。タルミーさんが、時間料金払えばやり放題ですか。やり放題ですね。やり放題で DVD も見放題です。 DVD も見放題、見放題、おいしいご飯も食べれますみたいなね。ビームバサバサ倒してきた。バサバサね、倒してます。キャラメイク、キャラクターを作るところをちょっとやらせていただいたんですけど、なかなか面白いです。画面もすごい、ね、キャラクターがすごい綺麗なわけ。すごい、そんなに言ったら僕も見たいじゃないですか。ね、はい、この入り口、今日は入り口にですね、画面、あるの、宣伝映像が見えるの？そう、あるんです。あるんですよ。惜しい。見てください、これ映画ですよ、映画。あ、本当だ。超本当に綺麗なんですよ、キャラクターの。あのね、私がやってた RPG なんて、マップ上をなんかポリコンが動くみたいな RPG しか知らなかったんですけど、今の RPG はこれですよ。すごい、画面も綺麗だし、キャラクターも立体的だしみたいな。こうしてる間に、はい、ドッピューンさんちゃんと参加して、ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。そう、もうね、私は感動しました。いや、かっこいい、かっこいい。ドリさんが眩しいって。眩しい。これでも映画見てるみたい。このキャラクター一人一人のキャラクターを使って、こういうモンスターも戦ってみます。そう、モンスターとで、遊び方も、はい、このオンラインゲームでは様々あるそうなんですね。友達と一緒にたくさんのクエストをクリアしながらレベル上げをする人もいれば、グループを組んで大人数同士で戦ったりする人もいる。あとは他のプレイヤーと戦ったりする人など様々です。なんかちょっと、いろいろこうやって変われるわけですよ。そう、まあ、自分好みのキャラクターが作れるわけですね。で、だから友達同士でゲームを攻略、オンラインのならではですよ。友達同士で、協力しながらゲームを進めていけるし、一人でも楽しめます。綺麗、かわいい、かわいい。オタクですよ。大丈夫、ユッキーが。ほら、これもいろんな方々が作ったキャラクターなんでしょうね。ほんとオリジナルのキャラクターね。おお、作れると。モリティが半端ないですね。こういう、だからもう、あれでしょ、無限大なんですよ。ゲーム内で全国のプレイヤーと出会いますと。そう、だからこのオンライン上で友達を作って、ね、ゲームを進めてたりとか、ね、そういうのって、いろんな楽しみ方ができる、ね、友達を作れることもできるんですよね、そのオンラインゲームですね。そう、はい、仲間をっていう感じで、この映像で、ね、私はすごい大興奮さ、ね、見せたかったわけでございます。はい、ですよ。さっき私が内容で何を話してましたか、皆さん。はい、はい、自由空間の、はい、まあ、その DVD とか、あ、DVD レンタル、あとこちらですね、ビリヤード教室、ね、ビリヤード教室、はい、そう、来週からこれちょうど始まるんだって。ほら、転生生まれだってよ、ビーム。最年少プロやって。そう、そうなんだ。仕方、はい、早く。そう、だってボイストレーニングもお試しレッスン実施中みたいな、本当にやってるんですよ。自由空間さん、もう、ね、ジャンル問わず、ね、ビーム、僕が気になったの、はい、はいはいはい、あの機械は何なの。あれはですね、入り口で、はい、入るのに登録をしていただいて、はい、でそれで、カードというか
あ、あれです、僕ら持ってるやつ。そうですね、はい、あれ僕はあれ使わなくても行きましたね、ライブ雷調査隊だから。そうですね、ありがとうございます。マスクかマスクなんだろうなっていうことで、ね、さっきのタワーオブアイオン、はい、あの画像見せてもらって、はい、大好評で、ボイトさん、自分のキャラ作るだけで楽しそうだって。いや、本当ですよ。あとなんかいろんなあの武器とかもいろいろあれできるわけですよ。いろんなチョイスできて、いろんな攻撃ができたりとか。カルミさん、自分のキャラ画を作ってお見合い写真にするといいかなって。これはあのちょっとあの青色の顔色美しい感じになっちゃった。某映画のもうええかも。キャラ作った。あ、ビームちゃんゲーマーなのかな。私すごい小学生ぐらいの時、はい、RPG 大好きで、お兄ちゃんがいたので、はいはい、その影響で RPG は好きだったんですけど、あのちょっとねゲーム離れしてる間に今の世の中のゲームがこんなになってるとは思わなかった。分かんない、分かんない。先ほどね、あの画像を見せてねいただいたけども、なんか本当にある程度ね、もう全部だよね。前までの RPG っていうのはその上からだったじゃないですか。そう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 。今はもう本当こんな立体で、もう自分目線のフィールドにいる感じになるからね。ゲーム回っちゃいそうだね。なんで怖いわ。思うわよ。本当に。あ、ねそんなこんなをしているときに、はい、私の大好きな店員さん発見しました。さっき誰かも書き込んでくれてたんですけど、はいはい、私がね、この自由空間ビッグボックス高野馬場店でお世話になってた時、まあ、今もだと思うんですけど、毎週水曜の夜9時から、しおりんのもっともっと自由空間ネクストっていう番組を、ここ自由空間ビッグボックス高野馬場店からお届けしているんですが、あのうちの我らが雷調査隊員のしおりんがやってるんですけど、そこにですね、いつも、サブレギュラーの店員さん、出ていただいてるので、ということはもうベシャにも達者なんじゃないですか。怖いな、怖いな。今発見したので呼び込みたいと思います。はい、横井さん、お客さん、お願いします。すごい、わぁ、わぁ、お久しぶり。お久しぶりじゃないですか。ちょっと大丈夫です。聞いてるか、あんまりいつもこんな感じ。すごいですね、こんばんは。お邪魔してで、私が雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、熊川雄大です。どうぞよろしくお願いします。すごいね、はい、おしゃれですね。カメラに向かって自己紹介お願いします。はい、ね、はいはい、あ、よ、横内ルミです。カツアです。すごいな。ボイトさんが出た、横内さん、どんだけシフト入ってるんですか。なんかもう、ひどいことないですか、なんか若干。大丈夫ですか。いつもこんな感じ。いつもこんな感じです。と、大倉です。かわいい、ね、かわいいですね。かわいい、ちょっと今日も生かした面じゃないですか。丸っとしてて、丸しかも今日カラコンは、まあ、やっぱり左右違う色っていうね。そうなんですか。本当だ。うわ、うわ、かわいい。ゆるいキャラクターがもう大人気で、私のファンは何人も奪われました。あ、そうなんですか。ね、いやいや、私がファンなんで、召使いのように扱ってた。自由空間で働かれて何ヶ月、何年くらいなんですか。1年ちょいですかね。もう1年ぴったりぐらい。あ、じゃあもうお二方はもう同僚なんですね、同期。そうですね、タメでね。タメ、あ、タメ、はい。あ、そうなんです、喧嘩とかされます。ちょいちょい。なんかここのどうのこうのか。もっと下げろとか、タバコのこの灰皿はこっちなんだよとか。今だこうせられてる、はい、主講師さん面白い、主講師さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、はい、はい、していただいております。そうです、カルビーさん、横内さんと大倉さんです。はい、でボイトさんが、横内さん、大倉さん、隊長みたいで男性どうですか。どうですか。いいと思います。この子持ってないな、この子持ってないな。カルビーさんから、待って、大倉さんにまだ聞いてない。向き大倉さん、聞いと思います。よかったね。はい、よかったよ。カルビーさんが、横内さん、踊るポンポコリンの人に似てるね。あ、本当ですか。クリーニングクリーンさん。メガネかけてるでしょ。わかるかな、みんな。わかります。でも、たまに大
ティボンドって言われてメガネかけてるのえ、ちなみにやっぱり店員さんから見てもう自由空間の魅力っていうのは、はいはい、どんなところなんですかね。もう店員さん目線でドリンクバーが多い。ドリンクの種類何種類ぐらいあるんですか。いっぱいです。いっぱいですよね。3より上はいっぱいなんです。おー、大倉さんはカラオケなんですけど、はい、カラオケの方にも漫画が置いてある。え、そうなんですか。あるあるある。カラオケスペースとパソコンスペースがまた別になってるんですけど、そっちの方にも漫画いっぱいあるんです。じゃあ、なに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 、漫画がマイク持ちながら漫画を読めるってこと、音読できるってこと、そういうこともできるんでしょ。そうですね。はい、読んでる人もなんか聞いてるわ。そう、漫画もだってそのパソコンスペースの方にも漫画びっしりあるわけですよ。なのにあっち側にもあるので、そうですよね。奥にはダーツスペースもあるし、すごい本当楽しいですよね。店員さんも楽しい。楽しいです。お、じゃあもう仕事が終わった後なんかもうカラオケ歌いの投げるのか、投げるのかまつきかまつきの今ちょっとなんかあんまりやられてないかまつきの私も今日バイト前にカラオケさんも入ってきました。あ、そうなんだ。やばい。そうですよね。住みたいぐらいになっちゃう。そうですね。ここ本当に楽しみで、ね、帰りたくなくなるよ。ねえ、そう、もう帰りたくないもん。ここから動きたくないもん。こっからね。こっからね。ちょっと意味が違う気がするけど。最近なんかおすすめのあれとかあるんですか。メニューというか企画というか。なんか漫画はまたディズニーレンタルが復活しました。お、復活と、ドリンクバーが森になりました。森っていうのはちょっとオレスポーズ。あー、今流行ってる森があるんだから。そう、星が嫌いなのに森ガールを名乗るなという。なるほどね。直しかに謝れ。確かに。え、何何直しかに謝れっていうことカラオケの方が新機種でクロストっていう曲が入ったんですよ。それがあのアフレコとかもできちゃう。わー、すごいじゃないか。ったらぜひアフレコしに来てください。記念にとかなりますもんね。はい、やっぱ自分の動画を撮りながら歌うことが。なぜこれ。今すごいんですね。あれ歌えてるところを動画で撮れるってことですか。そうです。それを、うん、あの画面に流しながらこう歌えるということは、でもじゃあ、ね、歌手を目指してる人とかそれを、ね、映像資料として送れるっていうこともできるんですよね。できます。ですよね。ほら、すごいね。すごい。もう歌手がもう溢れるんじゃないかなってところがね。違いますよ。うんうんって言ってますけど。そうですね。なんかこの他にもなんかご飯もございます。ご飯も美味しい、まあ、盛りだくさんですよね。ちなみにおすすめメニューっていうのはどういう。塩塩たこ焼きですかね。あ、これさすが持ってんだ。小倉さんはやっぱ塩塩たこ焼き今頼むと、はい、しおりんの数少ないプリクラがもらえる。え、そうなの。どんなやつしてるの。おまけのシールがなくなっちゃったんで、はい、今プリクラ対応します。おみくじシール付きだったんです。でもプリクラの方がレアです。可愛いんだろうね。カルビーさん、はい、カルビーさん2人とも働きすぎると彼氏に振られちゃうよ。あ、もう猛女なんで大丈夫です。猛女猛女ですか。モジョ知ってる？モジョって言葉みんな。モジョ、私もモジョですよ。なんですかモジョって。モーマって書いて。モジョ。え、なんですか肉食系の草食系って思われたら肉食系の女になるわけですか。なんググってもらえれば。そうですか。ググレカスってこと。ググレ。ジジレ系って。ジジアル系って言われて。全然わかんない。いいもん別に俺知らないからその言葉。大倉さんは大倉さんとか見ちゃいますね。あ、もうお客さんみんな彼氏なんで大丈夫です。おー、みんなのアイドル。自由空間のアイドルやね。上手。ロボさんが横落ちさんと大倉さん、キングオブコントは何日に登録してるんですか。キングオブコント何したっけ。してるの。してないよね。あ、してないと。
乗りかけたけど乗り切れなかったですね。はい、今なんかチャットの方がまだ入っていただきました。そう、なっちゃん大人気。なっちゃん、なっちゃん、なんて呼ぶんだろうか。なっちゃんなんちゃらさん。ドラッケ、ドラッケ。こんにちは、ありがとうございます。ティンタントン。ティンタントン。ティンタントン。ありがとう、ティンタントン。今日は自由空間ビッグボックス高田の馬場店からお送りしてました。あ、店員さんの、横橋さんの大倉さんに、出ていただきましたが、すいません、お仕事中お邪魔してすいませんでした。ありがとうございました。何曜日にいつもいらっしゃるんですか、お二人は。大体います。大体いますね。いやいや、どんだけ仕事入ってるんだ。まじまちですね。まじまち。金曜日は必ずいらっしゃいます。いますね。来てください。はい、できれば来てね。はい、そうですね。はい、改めて営業時間も含め、はい、せっかくなんで言っていただけたら。自由空間の営業時間は実は24時間なにすごいですよ。じゃあもう何、高田の馬場で飲んでて、あ、もう終電逃しちゃったなっていう時でもパッといけるんですね。パッといける、パッといけて、これパッと楽しめるわけですね。パッと楽しめる。シャワーもあっちゃう。シャワーもあるの。最高。ね、飲み物もいっぱい飲めて、素晴らしい人買えるわ。がっつり働いたんだな。そうですね。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございます。横橋さんもバイバイ。ラブ。素敵ですね。シャワーもいい感じが。芸達者の店員さんも、はい、愉快の店員満載です。ちなみにさ、先ほどの KKC MMORPG 違いますね。何おっしゃってじゃないですか、その、ググるってっていう、ググレカス GGRKS。 それの意味は何なんですか。ググレカスですよ。何ですか、ググレカス。ググレカスだよね、みんなちゃんと分かりますよね。そう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 。あ、なるほどね。ググって調べて。わかりました。はい、ボイズさん、横内さんと大倉さんのサインをもらいに行こう。ぜひ来てください。はい、でも高田の馬場店にしか行かないので、絶対ビッグボックス高田の馬場店に、はい、自由空間こちらに来てください。はい、はい、よろしくお願いします。駅出てすぐだし、本当にいいこと含めです。ここは、うん、ね、はい。ただいまのお時間は、はい、まあ、ちょっといい時間になってきましたね。あ、はい、もう本当にもう、はい、そうですね、結構半になってきました。はい、早速、じゃあもう、あ、すみません、そうですね、はい、お友達紹介、はい、そうですね、はい、この番組はですね、はい、はい、はい、この番組は、はい、まあ、今週行ったお店、はい、でまたあのそのお店のお友達のお店を紹介していただいて、はい、そのそこも、ね、調査させていただく形になっております。はい、いろいろね、つながり番組もあるんですよ。はい、はい、ぜひね、今回またあの店長さんをお呼びしてね、また来週行くお店をちょっと紹介していただきたいなということですね。お友達を紹介していただきたいと思います。はい、はい、ミックボックス高田の馬場店ですから、どんなところに繋がっていくんですかね。ね、本当ですよね。ちょっとお待ちの間に、ドラッケさんは日本の方ではないのかな。海外の方もちゃんと細腰、ありがとう、細腰タンティンって感じ。タンティン、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 タンティン。この番組本当は世界の放送になっておりますんで、はい、じゃんじゃん、まあ、バリバリ、誰もまだ英語ちゃんと喋れないんで申し訳ないんですけど、ちょっと今あの店長が忙しいみたいなんで、あ、今店長さんが忙しいそうで、来週のお店紹介もうちょっとじゃあ後で作っていただきましょうか。その前にじゃあ我々の紹介というか、はい、なんか告知をじゃあ次の方から、その前にグッズ、そうなんです、はい、はいはい、我々の雷、この T シャツも含め、さまざまな雷グッズの方が今できております。はい、はい、サイトの方でアップソールド.com、はい、アップソールド.com、そちらの方で、グッズの方を販売しております。雷調査ガイド検索していただいたら OK ですので、ぜひとも、マグカップいっぱいありますので、購入よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、ということで、店長さんが、はい、はい、お、はい、いただきました。はい、それでは友達紹介、はい、はい、
当店自由空間の、はい、斜め向かいになります。下の地図をですね、見えますでしょうか皆さん。あ、バックス見えますかね。はい、これは通り沿い、通りの名前とかは、はい、ビッグボックスからすぐ見えますね。よって食うこちらのお店なんですけども、はい、最近できたばかりのお店で1980円で、うん、飲み放題食べ放題やばい、オープンします。安っ。7月7日7日オープン、もうオープンしてる。あ、本当だ、ばっかり。あらららららら、飲み放題食べ放題。はい、店内も大変楽しい雰囲気になっております。バイキング形式で、ビールもサーバーのボタンを押し放題。え、そうなんですか。すごいですね。泡飲み放題ですか、ね、からはい、なんとその突撃的なシステムは。ぜひこれはじゃ じゃあ紹介をしていただきたいんですけど、はい、今生電話とかしていただけたりとかです。生電話、生電話忙しいんじゃないですか。ちょっとおそらく金曜日なんですよ。バタバタしてんじゃないかな。まあじゃあ、はい、こんな感じで紹介していただきはい、そうですね、はい、来週は、はい、はい、中田のババ、はい、はい、あります、酔って食う、酔って食うさん、酔って食うさん、食べ飲み放題で1980円ですね、はい、これはちょっとビールも食い放題だ、ねえ、2回言いました。店長さんはもう行かれたんですか。はい、行ってまいりました。どうでした。ビールを、はい、楽しみだな、楽しみですね。はい、はい、はい、では来週は、はい、はい、こちらを調査させていただきます。はい、ぜひ、はい、お楽しみください。はい、それでは本当に今日は天狗さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれからもね、24時間ということで、天狗さんはお休みなんかあるんですか。24時間ずっと営業されてるので。あります。あります。よかった。それがもうすごく僕心配なんですよね。24時間経営してるとね。大変やね。大変なので。ですので、はい、体にお気をつけてください。はい。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっとはい。ただで、はい。UKFD さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。みやびん来た。おお、ありがとうございます。みやびん来た。UKFD さんですね。あ、ヨヘイさん、ヨヘイさん、ヨヘイさんだ。ありがとうございます。本当だ、ごめんなさい、読みます。ヨヘイさん、ごめんなさい。はい、ボイトさん、このメンバーにバイキングとかヤバいです。誰も知らない。ヤバいと思いますね、だいぶですよね。やっぱり行っちゃいたい。来週はご飯食べずに調査しに行きたいと思います。カルビーさんがビームの仕上がったところ見たいって。あ、本当に仕上がってもあんま変わんないんですけど、ね。でもね、来週はね、はい、バイキング形式なんで、はい、お酒が何種類あるのか、料理がどんなものがあるかっていうのをね、本当に、ね、事細かに調査していきたいですね。そうですね、はい、そうですね、はい。でちょっと来週の番組なんですけど、はい、雷調査隊の番組と、あと、来週から、まあ、この、ゲーム、オンラインゲーム教室の、まあ、自由空間プレゼンツのゲーオンラインゲーム番組っていうのが、始まる関係で、番組開始時間というか、まあ、番組の、時間調整が行われるかもしれない。皆さん、スタッフさんの声丸聞こえですか？大丈夫？今初めて聞きました。初めて聞きました。今のその巨頭がお届けしてた感じの。来週はもしかすると来週の金曜日にかけ、金曜日はちょっとこれから、放送が時間がもしかしたら変更になるかもしれないよっていうことですね。調整でちょっと番組開始が遅れるかもしれない。じゃあということは何？今は19時から20時じゃないですか、はい、それが20時から21時とかになるかもしれないですよ。早まるかもしれないし、早まる、ちょっと、調整を、はい、今確認中です。確認中です。このオンラインゲームと、オンラインゲーム教室を放送する関係、そうですね、オンラインゲーム番組が始まる予定で進んでおります。でもね、やっぱね、やっぱそう、まあね、これももう本当にこのね、模様もね、絶対的にね、流した方がいいと思う。ね、これ見たらすごいもん。これ見たら絶対無事やりたくなるし、皆さん、ね、見てください。
これをちょっとチェックしてください。そちらもね、まあ、番組がちょっとその都合で私たちの番組にちょっと時間が差が生じてしまうかもしれないんですが、それはまあおいおい私たちのブログででも報告をいたしたいと思います。ブログで更新していきましょう。はい、小石さん、番組前に打ち合わせとかないんだってね。そうですね、はい、あるっちゃあるしないっちゃないみたいなね。はい、っていうかまだ決定しできてないんですよ。はい、まあどっちにしても来週の水曜日には必ずお伝えできるかなと。あ、そうですね、はい、はい、では、はい、まあ、来週の水曜日によろしくお願いします。キャラクターかっこいいなと思います。キラキラじゃんね。ソードウィングってキャラクターもかわいい。あのね、すごいかわいい女の子のキャラクターもすごいいっぱいいて、女の子でも やりたくなるゲームです。でこれ何ですかね、これ。こちらがキャラクターなんですけど、ほらね、でもこんなんも自分で全部作るからね。そう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 、こういうのをまずあのベースとしていろいろ自分でカスタマーできるんですよ。女の子も可愛い、ボインだし。そこそこですか。可愛いね。いや楽しみですよ。僕もちょっと本当ね、はい、やったらちょっと皆さんに報告したいなと思いますよね。うん、ぜひあの皆さんこの自由空間ビッグボックス高田馬場店に来て、はい、オンラインゲーム教室にも NC ジャパンさんのオンラインゲーム教室にも来てください。はい、よろしくお願いします。はい、あ、時間迫ってきますけども、ギアオさん、ギアオさん、ギアオさん、はい、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いやー楽しかったな。早かったね、今日。早かった。僕ね、本当見たかったビームでしょ。なんかまた変わってって言おうとしたけど、うん、変わるとまたね、ご写真になるけど、これは何なんだ。これもオンラインゲームなんですか。声優さんのイベント、声優さんがゲストとして来るみたいなイベント。17日土曜日15時より。こちらもオンラインゲームですね。ダーツ大会も。はい、わかりますし、毎週火曜日は、ボイストレーニング教室、はい、をやってますね。はい、もう一度、お客様1000円で、30分後の、はい、こちら17時から23時。はい、ボイトレができますよ。ボイトレすごいよ。やったー、すごいよね。と、はい、平成前の最年少プロ、土方隼人プロ、土方隼人プロ、はい、ビリヤード教室、ね、皆さんこのイケメンとね、毎週ね、あの水曜日戯れてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ね、はい、本当ですよ。イベント満載ですね、やっぱり。自由空間さんも、はい、楽しいわ、いつでも。ね、久々に来ましたけど、やっぱり楽しみましたけど。また来てね。何者なの？わからん、急にわからんよ。しっかり。はい、また来たいと思います。はい、というわけで番組ももうそろそろ終わりに近づいて、ありがとうございます。個人的な告知とかはないですか、皆さんは？ございます。ございます。はい、じゃあお願いします。ちょっと先なんですけど、はい、9月の16日木曜日。から9月の20日月曜日までですね、中目黒のウッディシアターというところで、また舞台を出させていただくことになりました。はい、今回も、僕としんちゃん共演します。はい、はい、アズフィールプロデュース、はい、クモノスという舞台に、はい、出演させていただきますので、まあ、しんちゃん今回ね、面白い役柄なので、ぜひそちらもあの注目なんじゃないでしょうか。楽しみだよね。また、あのがらりと変わった何かをお届けできるかなと、うん、はい、思っておりますので、はい、ぜひともあの9月16日から20日、まあ、時間等はまだ後日なんですが、はいはい、ぜひともあの中目黒ウッディシアターの方までお越しくださいませ。ご来場お待ちしております。お待ちしております。はい、はい、じゃあ来週は はい、はい、水曜日、はい、はい、水曜日、はい、13時から14時の1時間、はい、三条雷調査隊の方、スタジオからまたお送りさせていただきます。はい、はい、またリボンドイベントの効果もね、ちょっとね、あのあイベントじゃない、あの1周年特番、雷調査隊1周年特番、はい、はい、まあ、またいろいろ打ち合わせも、はい、みんなの早速お疲れ様でしたって書き出してる、もうバイバイムードあと4分あ、ちょ、私の方から、はい、来週もなんで、私毎週土曜日に相原みやびのみやびむパラダイスっていうトーク番組をみやびむパラダイス、どこでやってるんですか。お台場はお台場わかんない、デックスお台場にあります東京ベイスタジオという公開生放送、
先週今回スタジオで調査したことじゃないですか。そうです、はい、先週私たち拡大調査隊が調査してきたお台場 TV の広報部でもある、東京ベイスタジオの公開スタジオから公開生放送で1時間毎週土曜日の朝から4時に1時間トーク番組をお送りしております。皆さんどんな番組なんですか。毎週ですね、はい、バンドさんとかゲストをお呼びしてトークをしていく番組。お友達、お友達。そうです、それもお友達のバンドの方とかを紹介していただいて。某お昼の番組の某何とかショッピング。うんともうんとも某言ってるのかお友達を紹介するっていう。そう、それも皆さん明日もよかったら見てください、はい、チャットにぜひ参加していただきたい、ね、あとは来週水曜日、はい、水曜日、はい、何時からはい、13時から14時の1時間曜日お送りしております。三条カミナリ町伝えそちらの方もチェックよろしくお願いします。はい、もう一個だけ、はいはい、もう一回言わせてもらっていいですかね。はい、カミナリグッズの方続々と T シャツから、マグカップ、クッション、いろいろございます。はい、ぜひともこの T シャツ本当、大変みんなお気に入りの T シャツなんで、はい、かっこいい、かわいい、はい、サイトの方でアップソールドドットコム、アップソールドっていうサイトの方ですね、アップソールドドットコム、はい、はい、UPSOLD.com、はい、こちらの QR コードの方をあのバーコードリーダーで取っていただいても大丈夫なので、はい、こちらの方アクセスしたいしていただいて雷調査隊を検索してください。そしたらいろいろグッズの方があります。はい、はい、まあ、我々また一段となって成長するためにもいろいろ購入していただけたら喜びます。はい、あ、もう番組を終わりじゃないですか。ごめんくしゃみして、一生懸命下が言ってんのに、ね、ということで皆さん、はい、ここ、自由空間のタワーオブアイオン、タワーオブアイオン、タワーオブアイオン、オンラインゲームぜひね皆さんここに来ればずっと無料なんで、はい、ぜひここで、あのここですよ、はい、ここですビッグボックスって方のタワーで早稲田口を出たらもうすぐ見えますよ、うん、ビッグボックスって、そこは7階です。はい、24時間やってるんで、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、今日は自由空間高田のママさんから生放送最後お送りいたしました。ママ店さんから、はい、お送りいたしました。はい、皆さん、本日も1時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、カミナリ調査隊デラックスでした。さようなら、バイバイ。